フランスとネーデルラント連邦共和国によるスペイン領、ネーデルラントの分割。クローフト線は1635年の条約による協会。赤線は住民が話す言語による協会。パリ条約は1635年2月8日、フランス王国とネーデルラント連邦共和国の間の条約。条約は対スペインの公主同盟であり、両国の軍の教室のほか。 スペイン領ネーデルラントを征服できる場合の分割を定めた。フランスは100年以上の間、その国境でハプスブルク家領に圧倒されてきた。軍事上では、スペイン、スペイン領ネーデルラント、ドイツ南西部と包囲されていると感じていた。神聖ローマ皇帝フェルディナント2世が、ネルトリンゲンの戦いでスウェーデンを大敗させた後、カトリックを支持した。 帝国軍は西へと進軍してきた。フランス王類13世の最小をリシュリュース気境は、スペインとオーストリアを撃破するために、同盟先を探した。この時には、フランス軍は帝国軍の騎兵より弱いとされたため、フランスは敵軍を数箇所で釘付けにする方策に打って出た。したがって、百三十四年のパリ条約を批准しなかったプロテスタント側のスウェーデンとは、 コンピエーニュ条約を締結し、他にもサブイア公国、マントバ公国、パルマ公国とも同盟を締結した。これによりフランスは直接介入の準備を整え、1635年5月19日に宣戦復刻して、正式に参戦し、マドリードの宮廷とスペイン領ネーデルラント総督、フェルナンドでアウストリアにもそれを通告した。ありがとうございます。